あのパラプンテ J リーグサッカーチャンネルということで、今回再開 J1 浦和レッズさあ行こうというところでございまして、さあレッズ戦ですね、ニューカッスル戦もありましたけども、J リーグで 2,3 週間ぶりの、ね、再開というところになってきます。まあ、水曜日再開というのもなかなかに、珍しい感じがいたしますけど、今回は、レイソル戦というところですね。でやっぱりね、しっかりここから勝ってほしい。だから後半戦何を目標にするかっていうのは結構浦和レッズは難しいんですけども、やっぱりこうね、例えば最後、ね、5連勝で終わるか5連敗で終わるかみたいなところは結構重要な、評価ポイントにもなってきそう。要はどんな感じで、ね、この1年間を締めくるかで、そこに向けどんだけこれから勝ち点を稼ぐことができるかどうかっていうところも一つもちろん重要なんだけども、やっぱ数字、ね、個人的には数字の方がね分かりやすいと思いますんで、ここからね、この中断明け以降、個人的には平均勝ち点2が取れるかどうかっていうところでちょっと見ていこうかと。まあ、とりあえずこれまでの結果を置いておいて、ここから平均勝ち点2もしくはそれに近い数字を残すことができるかどうかっていうところをちょっと個人的にはね、評価のポイントとして見ていこうかと、思っておりますけどもね。中東でやっていきましょう。それ1個宣伝で、一応こんな感じで、まあずんだもんチャンネル的なものもね、ちょくちょく、宣伝してますけどもね、やり始めましたんでね、まあ、会話形式でサッカーの話をしていこうというチャンネルになっておりますんで、興味ある方は動画概要欄からよろしくお願いいたしますというところで、じゃあ行っていきましょう。こちら浦和柏というところで、浦和レッズ現在勝ち点33、10位というところで、レイソル現在勝ち点29の13位というのが、両チームの今シーズンの結果になってきます。だから浦和レッズとレイソル、なんだかんだで勝ち点差的には4ポイント差しかない、まあ、13位のクラブとの差が4ポイント差しかないというとこなんで、ちょっとこれはね、どうなんだっていう個人的な思いもあるというとこですね。で浦和レッズ直近5試合は2勝1分け2敗というとこで、やっぱり湘南、京都、札幌っていうところですよね。このね、当時だから高額圏内に沈んでいた3クラブ、まあ湘南戦が始まった頃には湘南も京都も札幌も高額圏に行ったと思うんですけども、そこに1個も勝ってて、しかも3分の2はね、ホームでのゲームだったにもかかわらず3点4点取られています。大体サッカーって2点取れば負けないスポーツと僕はね思っていて、大体こう平均失点2のクラブってそんなに、ないというところでね、だから2点取れば大体勝てるはずなんだけどもね、湘南戦、札幌戦は2点取っても勝つことができずというところで、やっぱ分かりやすい課題をね感じますよね。で逆に言うと、サッカーで3点取れば大体9割ぐらいの確率で勝ち点3は入るスポーツとは思うんですけどもね、ただね、それでも勝てなかったことを考えればちょっと深刻な状況であった、中断期間前で、ここから怪我人も帰ってきますんでね、もうちょっと言い訳はね期間なっていうところでしょう。でレイソルの直近5試合は、2勝1分け2敗、まあ連敗で、前半戦終了という、レイソルの現状になっております。で最初の方は守備の硬さというのが目立っていたレイソルにはなってくるんですけども、やっぱ最近のゲーム5試合中、まあこれは中断期間が挟まっていますんで、どこまで参考になるか分かりませんけども、まあ、少なくとも直近5試合で見ていくとね、5試合中4試合で2点3点取られてしまっているというとこですよね。まあ突然4点取ってね、まあ、後半は見事でございましたね。 FC 東京には3対2で勝っていい雰囲気ではあったんだけども、しかしそこから、失点が続く。だから逆に言うと5試合中4試合で、ね、点は複数得点は取れているんで、なかなか評価の難しいレースにはなってきますね。でこちらほんでこれが通算対戦成績には、なってきます。レイソルには、ね、最初敗れてしまいましたね、1対0というところでね、まあ、右サイド島村選手から、ね、やられてしまった感じのゲームでございました。まあ、1対0で、今年最初の対戦は敗れております。ただ前回1年前がだからホームで2対0で勝ってますが、この数年間ね、この数年間浦和ホームでのレイソル戦って結構点取ってるイメージがあります。多分3点以上はほとんどね、この数年間入っているんじゃないかというところでございましてね。だからホームレイソルに関しては最近のゲーム、この数年間のゲームで言うと結構点が入ってる、得失点差をつけてるイメージがありますんで、この試合もしっかり勝ってほしい。で得失点差つけていってほしいというところですね。でこちら
これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。で、前回これが両チーム先発メンバーには、なってきます。もうレイソルは前回新戦力柿田選手が出番がありました。で、もうこう名前ありませんけど、高峰選手がね、レイソルは移籍で、武藤勇樹も、相模原への移籍が発表されましたんで、抜けたメンバーが2名、まあ名前がないメンバーにはなってきますが、まあ武藤勇樹埼玉スタジアム期間ならずというところでございまして、まあいつかね J1 でっていう感じもねしますけどもね、武藤勇樹はいない、そして高峰選手もいないというレイソルにはなってきますんで、こっから変更があるとすればね、島村選手がね、帰ってくるかどうか、なんか移籍アカウント、噂アカウントからのあれもあったんでしょうけどもね、なんか残りますみたいなことをね、SNS で確か発信をしていた気がするね、島村選手にはなってきますけどもね。まあだから島村選手もいろんな事情があって出ることができなかっただけというとこでしょう。あとは感染症が今本当ね、コロナが流行ってますんでね、いや割と直前までメンバーとしてはわからんなっていう個人的なところもあります。ただ浦安に関してはもう臨戦以外はほぼ全員が、フルメニュー消化ですかね、まあ、ほぼ完全合流みたいな感じになっているらしいので、サイドバックも大畑選手がだからどうするか、まあきついでしょうね。過密日程でね、オリンピック戦って、で帰ってきてすぐ先発はないと思うんで、で長沼選手が合流しているんで、まあどうするか、左サイドバックに長沼選手をいきなりぶっつけ本番で使うか、それ、あ、そうか、長沼出れないのか、そうか、あ、どうなんだ、登録できてなかったか、確か、そうか、確か長沼選手って登録まだでしたよね、今のところ、この収録日現在ね、収録日現在では長沼選手の登録は行われていないの、そうか、出れない可能性があるのか、そうか、出れない可能性というか、収録日現在では出れないのか、あ、そうか、ってなれば、このままか、関根、石原の両サイドバックでこの試合も行くのかなっていうところ、まあ、どうするか、まあ、今の渡辺龍馬をサイドバックで使うのはもったいないし、今のねこの絶好調とか調子がいい渡辺龍馬をサイドバックで使うぐらいなら、やっぱ関根サイドバックの方がいいかなっていう感じがします。まあもしかしたら右左変わる可能性あるかもしれませんけど、まあ予想先発とかに関してはね、あまりここで喋ってしまうと明日ね、浦和レッズの専門チャンネルの方でね、話していきますんでね、予想先発等はね、にちょっとずれて、ね、あのね、被っちゃうんであれですけど、ね、まあ一応こんな感じのメンバーというとこでしょうね。まあレイソルやっぱマテウス・サビをどう止めるかというところも鍵には、なってきます。でこちら、これが両チーム数字的な話には、なってきます。まあやっぱ浦和はねスタッツはいいんですよね、こんだけね、オフェンス昨年まで苦しんだオフェンスのスタッツは劇的に変わったんだけども、一方では守備のスタッツがね失うものも多かったというところで、このバランス調整をうまいことやれれば、ね、来季以降はポステゴールマリノスの、あの再現になるかといったとこでしょうかね。でレイソルは一応こんな感じのスタッツで、だからレイソルもねスタッツはいいんですよね。シュートの本数1試合平均3位で、チャンス構築率も4位で、非シュートの数、非チャンス構築率も2位なんで、見てわかる通り攻守においてね安定した数字を残しているのがレイソル。ただレイソルに関して本当分かりやすいですね。チャンスは作るしシュートも打つんだけども、最後得点がなかなか生まれないとか成功率が上がってこないというところと、守備のところに関してもしっかり守っている。非シュートの数も少ないし、非チャンス構築率も少ないんだけども、でもピンチを迎えるとなんか決まってしまってるみたいな、平均するといいサッカーしているんだけども、やっぱりサッカーってなんだかんだで最後のところですよね。得点決めるかどうか守るかどうかっていう最後の局面のところで失点しているとか、得点を決めきれずにいるっていうのがレイソルの課題にはなっていますんでね。そういうところで、まあゴール期待値のところ見てまた分かるんですけどね、ゴール期待値はレイソルは浦和レッズよりいいんですね、1試合平均のね。ゴール期待値は 1.6 で浦和は 1.5 なんでね、そう考えればゴール期待値は浦和よりもレイソルの方が良くて、でただ実際のところはねというところですよね。で、非ゴール期待値に関してもう7位、ただ失点数は現在、まあ、1.5 で12というところで、まあ期待値よりもちょっと数字がねそこに追いついていないというのが、レイソルの数字にはなってきますね。でこちら、
で、チーム内ランキングというところで、浦和レッズはサンタナの10ゴールがトップで、そして木下選手がね、元浦和の木下さんが8ゴール上げているんですね。しかもそんなね、先発で毎回出てるわけではないんですけども、8ゴールというところで、で、マテウス・サビオが7点取ってるというところで、やっぱここが鍵にはなってきます。で、サイドバックジエゴとかね、右の島村選手が3点、どっかでもまあこのチームは点を取ることができるでしょうし、あとは細谷は多分途中から出てくるかな。大畑はなんか途中から出てくるイメージはあんまりないけど、細谷はやっぱストライカーなんで、ここは攻撃の切り札として細谷がね入ってくる可能性はあるかなといったとこでしょうかね。で、こちらで、これは90分間換算の平均差数にはなってきます。まあ、ウラッツもレイソルもね、やっぱいいとこはいいと。例えばレイソルはエリア内侵入回数はリーグで一番多いんですよね、1位というところだから、エリア内でのプレー回数というのはウラレッツよりも、とかむしろ J リーグで一番多いのがレイソルの数字というところですよね。で、だからシュートの本数も最大で枠内にも飛んでいるんだけどもね、レイソルはね、なかなかだから不思議なチーム、これがレイソルのイメージにはなってきます。で、こちらで、今回注目選手ですね。まあ、新田、細谷じゃなかった、柿田のね、新加入選手というところで、まあ、やっぱりね、この夏場っていうのは新加入選手がどんだけ活躍するかというところが鍵にはなってくるでしょうし、それでいうと、まあ、新田選手もね、右のウィングでの先発が期待され、まあ、入荷数戦でもね、ゴール決めてます。あれは VAR が入ればオフサイドだったかみたいな議論もなんかあるようですけどもね。で、柿田選手もね、だからレイソルの、ね、センターフォワード事情で言うとね、しっかり取ることができた。どうしてもレイソルはセンターフォワードの枚数はいるんですよね。まあ、ちょっとレンタル席になっちゃいましたけど、山本選手がいたとかね、あとあんま出番がないフロート選手がいたとか、まあ枚数はいるけども、でも J リーグの実績結果残してきた選手がそんないないという中で柿田選手の加入、これでだからストライカーのとこはね、まあ、小山選手をそこで使うよりもウィングで使うこともできるし、スーパーサブで使うこともできる。まあ、ベンチとか含めたらね、本当実績ある選手が1枚加わったことで、まあ、いろんなね、オプションは増えるんじゃないかというところで、まあ、この新加入選手の活躍がこの試合両者期待されるといったところでしょうね。はい、ということで以上です。以上、パルブンテ J リーグサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録。